ヘースティングス競馬場は、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーの、ヘースティングス・パーク敷地内にある競馬場。ブリティッシュ・コロンビア州の中心的な競馬場で、ブリティッシュ・コロンビア・ブリーダーズ・カップ・ダービーなどの、国際競争も行われる。ヘースティングス競馬場のスタンドヘースティングス、競馬場リッシュの旧車。奥にプレイランドの遊具が見える。 1889年に創設された競馬場で、創設当時はバンクーバー市西部を走るハウ通り沿いに建てられ、名称もイーストパーク競馬場であった。1892年より現在の所在地であるヘースティングスパークに移り、その後同地で開催された博覧会にちなんで、名称もエキシビションパーク競馬場と改められた。後に、 ヘイスティングス競馬場と名前を改められたが、文献によっては、旧称と現在の名称が混在している。後に拡張工事で敷地を広げ、当初は15エーカーの敷地しか持たなかったが、現在では、ヘイスティングスパークの北側1、3の区画を占める、約60エーカーの面積を持つに至っている。1947年の拡張工事の際には、 当時の布における人気ジェットコースター、ビッグディッパーを撤去させており、大きな話題を呼んだ。また、同競馬場は、世界で初めて、スターティングゲートを導入した、競馬場でもあった。1939年に当時エキシビションパークで、スターター係を務めていたクレイ・ピュエットが、バリアー式による発送にかかる時間と手間の軽減を、 目的に、それ以前から溜め込んでいたアイデアをもとに、スターティングゲートを発案、開発した。開発当時は、すべての競馬関係者から懐疑的な目で見られたものの、その実用性を見せることで説得し、後の1939年7月1日に、世界初のゲート式発想で競争が開催された。このゲートは後に、アメリカ西海岸にも導入され、後に、 アメリカ全員動、その後世界に広がっていった。2004年にグレート、カナディアンゲーミング社に買収され、現在は同社の子会社である、ヘイスティングスエンターテイメント社の下で運営されている。2005年より、スタンドが改修され、その際にスロットマシンを用意したゲーミング施設が、スタンド内に併設された。主に4月から11月の土曜日、 日曜日祝祭日に競馬が開催され、夏季には金曜日の開催も行われる。また、ヘースティングスパークで開催される、ぬの期間中は土日の開催が休止される。サイマルキャストによるカナダアメリカ、香港、オーストラリアの場外馬券販売も行っており、開催日、非開催日ともにこれらの馬券が発売されている。馬券の種別には単勝。 副賞、馬単、三連単、四連単、重ゲカ六重賞がある。基本的な最小単位は1ドルからであるが、カナダ国内の競争では四連単などを、最小20セント単位で購入することができる。左回りダートコースのみ。一周は5ハロン208フィートで、最後の直線は513フィート。コース幅は、最大で65フィート。 コースの規模が小さいため、5.5ハロンや6.5ハロンといった短距離戦が中心であるが、大競争となどでは、ブリティッシュコロンビアダービーのような旧ハロン戦も存在する。通常の競争のほかブリティッシュコロンビア州三場限定競争も行われている。主要な競争及びイベントは下半期に集中している。8月の第一月曜日には、 BC カップデーが開催され、クラシックディスタフなど7種類のステークス競争が同日に開催される。9月には同競馬場及びブリティッシュコロンビア州における最重要競争であるブリティッシュコロンビアオークスブリティッシュコロンビアダービーが開催される。ありがとうございます。